今週も土曜日4時10分がやってまいりました。あなたの日々のイライラをすっきりリラックスしてしまう20分間。それでは行きましょう。魂のリラックス、略してたまリラそうですか、はい、なんかちょっといつもと違うトーンで始まりましたけど、何にもないです。別に何もないですか、特になんか仕掛けがあるのかと思いましたけど、いや何もございません。何もないですか、これ普通の頭のやつって別に取っといてもいいんですけどね。あ、そうですよね。毎回私言ってますけど、もう取りましょうか、ね、今ちょっとずっとこう僕横で見てたら半笑いでね、そうですよ、だって、ね、俺が喋ってるところ大村さんはこう黙って待ってくれてる毎回、これやらなくていいですもんね。やらなくてもいいですよね。じゃあでもその時その時違うのも面白いですよ。じゃあ、噛んでることもあったりとかたまにだーってなんかすごい言ってる長い時もあったりとか。わかりました、じゃあやります。ね、これ別に放送中に言うことじゃないです。打ち合わせしてるみたいなね僕ねびっくりしたんですよ。はい、この前の前のね、8月27日ライブやったじゃないですか。はい、ライブ、はい、やりました。うつさんあの時歌ったの、はい、あの曲何でしたっけ、縁の花と書いて縁歌ですね、歌いましたよね、はいはい、あの時ね、はい、お客さん2人ね、めっちゃ泣いてたんですよ。そうなんですよ、泣いてたよ。いや本当にね、結構私まあ歌いながら見えていたんですけど、結構最初の段階でもう泣いてた。あ、そうなんですよ、サビとかではなくてですね、なんなら歌い始めてすぐぐらいな、今ちょっとドヤっていう感じでね言ってるね。ドヤ顔してますかいやほんまに泣いてたもんね。いやいやそうですけど、これをドヤ顔って言うんですね、大村さん言わなかったら絶対分かんなかったですねいやそう、でも本当にちょっと不思議な感じもしたんですけど、これは真面目な話で、なんかこう私が自分で作詞作曲、まあ、大村さんもね作られますけど、どうしてもなんかサビにかっこいいところを持っていこうとか、サビに高いところを作って、そこでバーンとこうやろうみたいな気持ちがどっかにあるんですよね。なんですけどこの間その歌い始めてすぐで、もう本当なんですか、頬を押さえながら、うおーってこう泣いてくれていたのを見て、でまあ終わってお話しさせていただいたら、もう声がやばかったんですと。ほう、もう声聞いてるだけでちょっとはーってなって感動しちゃいましたっていうお話を聞いて、そうか、俺はもう別にカッコつけてサビを歌わなくていいんだと。僕ね隣でね、はい、聞いててね、僕も実は思ったんですよ。1回前の時も東京で、演歌やりました、歌われたじゃないですか、はい、新宿やったっけ、新宿で歌われましたよね、はい、で、そのもう一個前もあったか、はい、そうですね、ありましたね、はいはい、2回あって、で、この前 の渋谷のモンキーフレストの時の、はい、演歌は違ってました。違ってましたあのね、なんて言ったらいいかな、声にあのね魂が乗ってるみたいな感じでした。そうですか。それはね、あっって思ったんですよ。で、道夫さんもねそう思ってたみたい。でも歌う時の気持ちもちょっと違ったんですよ。あ、そうですか。はい、なんかもう自然体でやろうと思ったんです。あ、でやっぱりどうしてもねライブですから皆さん見てくれてますし、どっかにカッコつけようとかね、はいはいはい、きっちりやらねばとかそういうのがあったんですけど、それこそラブミュージックトゲダーという、いつも出ていただいてるバンドのボーカルの小田さんね、小田さんがスーパー自然体なんですよ、で、すごく私はその姿に憧れていて、もう小田さん自身にもお話しさせてもらったんですけど、小田さんになりたいと思って。小田さんになりたい、そう、もうそこまで。そうですね、もう小田さんにも言ったんですよ、そうやって。で何回か見させてもらっていて、ああいう感じになりたいなと思って、自然体で行こうをこの前一番自分でできたっていう時だったんですよね。だからもしかしたらそういう歌い方をしたか、その方たちが感動していただいたそうかもね、かもしれないですね、
なんかね違う段階に入ったような気がしましたよ。あら、その歌の上手い、もう歌は上手いじゃないですか。もうね、うちさんもね、で歌が上手い人の歌と、うん、なんかこう伝わる歌ってまた、うん、なんかちょっと別のものもあったりするじゃないですか。でなんか歌が上手くてなおかつ伝わるみたいなね、なんか違ってたんですよね。いやでもそれはすごい嬉しいですし、まあ、ありがたいことですし、でもそういいですよ。だ僕なんてね、ね、はい、先日の話ですけどね、うちさんのボイスレッスンのね、グループレッスンみたいなねあってね、急に空気変わりましたね、で僕もちょっとそこにお邪魔して、いやお邪魔なんて、はい、ね、それでちょっとねみんなが歌った後に僕歌ったら、はい、ね、やらしいって言われました。もうそうですよ、これ歌っただけでやらしいって言わすっていうのはなかなか大したことですよ、これ。どういう、ね、ちょっと一節どうぞ。じゃあ何を言うんですか。そんなことで、この今日のレッスンの中でそんなことできないですよ。これ歌うパターンですか。いやいや、歌わないパターン、勘弁してください。いや、そう、いや、そうですね、だからもうそれはあの音程が取れてるとかリズムがどうこうということのさらに奥なのか前なのか分かんないですけど、もうやらしい歌い方っていうのがこう出てきちゃうっていうのは、いやこれは素晴らしいです。クリスタ3人いて2人がやらしい。そうですよね、もう 66% 言われてますから ね、3人言われてますから、3人中2人ということで、まあそれはだからもう世の声ということでいいんじゃないですか。世の声。いや、でまあそのねボイスレッスンをやったわけですけど、はいはいはい、うつさんのボイスレッスンがもういよいよね。そうなんですよ、小川さん、本当にね、あの4年半、もう、まあ、前のところになるんですね、もうね、勤めましたけれども、はい、8月いっぱいでそこを辞めました。やった、おめでとうございます。やったっていうんだよね。拍手もどうかと思いますけど、まあでもついに辞めてしまったというかね、はい、でも言ったらね、まあここだけの話ですけど、はい、電話乗ってますけど、あの大村さんと知り合ったのも、まあ、そこのスクールですからね、そこですね、だからそこで私が働いていて大村さんがそこを検索して、はい、生徒として受けに行ってね、そうですよね、来ていなかったら今のこのラジオの時間もないわけですから、まあだからそこにいた意味ももちろんあったと思うんですけど、そうです、まあでもですね、4年半、まあそれは皆さんもね、いろんなところで働いていたりすれば、まあいろんなことあると思いますけど、でも実際もう辞めるって決めてからですね、ちょっとその辞める日がもうウキウキだったんですよ。おあと何回とか言って、でまあ皆さんレッスンはもちろんやらせていただいて、でその日に終わりまして、はい、でまあ今までの先生とかがこう送別会みたいな感じで、カラオケに二次会で行ったんですけど、歌の先生のカラオケってすごそうやね。ですね、みんな歌の先生でしょ。5時間いたんですけど、4回しか歌ってないです。何してたん。もうずっと喋ってました。あ、そうなんや。歌わないですよ、歌の先生のカラオケ。歌の先生のカラオケ歌わないの。あの、なんですかね、嫌なんですよ、お互い。でも4回歌ったってこと何人ぐらいで行ったんですか。6人いましたかね。じゃあ24曲で。違う、そういうことじゃないです、あのトータルで4曲しか歌われてないんです。うつさんが4曲っていうことじゃなくて、俺は2曲やりましたけど、あと1人ずつ1曲1曲でもう終わりです。だから曲4曲とか30分ぐらいしか歌ってる時間ないですよね。4時間半喋ってましたけどね。あ、そうなんですか。そうです、なんか嫌なんですよ、やっぱりね、何を思われるか分かんない。あ、なんかピッチ狂ってるとか。そうですテンポおかしいとか、お互いがね完璧に歌ってやろうみたいになっちゃうんで、面白くなくなっちゃうんですよ。そう、それでそのカラオケの、廊下をね、私が歩いてる時に、本当ふとなんですけどね、肩のとこから、ストーンってなんかが落っこった感じがしたんですよ。肩の荷が降りたっちゅうやつやね。そう、もうまさにそんな感じでした。なんか本当ふとなんですけどね、歩いてたらスンってなんか落っこって、明るくなったっていう。なんかあの肩パッド履いてたスーツやったら違います。そしたら拾いますよ、肩パッド落ちてますから完全に。いやでもね、なんかまあ小村さんにこのラジオでもそうですけど、その自分のね、まあ基本となってる器を全部取ってしまえば、今だ何打つだけに器って言いたかったの。違います。あ、違います。でどう言ったらいいですかね、
お皿なんかそれよ、なんか入らへんね容量ないやん。他になんか言い方ありますか、器の、まあ、器で、いいですか、はい、どうぞ。俺が器なだけに、だからちょっとややこしいと思いましたけど、大村さんが器と言ってましたので、ええ、器をね、ええ、あの取っちゃったわけですから言ったら、はい、私だって週ね、細かい話ですけど週5日行ってたので、ええ、言ったら生活の基盤みたいな、もうほぼやん。いやほぼですよ、 90% ぐらい占めてますよね。そうですそうです、それを取っ払っちゃったわけですから、ええ、でもこれ前にもねちょっとお話したかもしれないですけど、全然なんか不安感がないというか。資産家なん？資産家じゃないです。あ、資産家じゃない。そしたら俺もともとそこ働いてないと思います多分。もっと優雅に違うことやったと思いますけど。なんですかね、なんかもうそれこそ先週も言いましたけど、毎日楽しく生きてるので、なんか面白いことあるかなみたいな、これによって。うんうん、で、まあ週5日間そこの教室に行かせてもらっていて、はい、で週2日はまた違う音楽事務所で、専属で教えさせてもらってて、まあ言ったら1日お休みなんていう日がないまま1年以上やってたもんで、9月に入ったらですね、途端にお休み20日間みたいな、ああいいなーなったんですね。まあまあのんびりしてる場合じゃないんですけど、でもいろんなことをやるのに、例えば前であったら誰かが会いましょう、じゃあいつ会えてますかって時もうないんですよ。それが今はいついつ会えてるよっていうことができるようになったので、なんかその期間をちょっと楽しもうかなと。うわそれめっちゃ気楽やな。大村さん本音出ちゃってますよ。めちゃくちゃ気楽ですねそれ。もう僕もスケジュール詰まりすぎてて息詰まりそうやもん。大村さんはだってまあ旅行会社やられてますから、もう本当日々飛んでますもんね。どっか行きますからね。本当にこの前も言いましたけど、家賃もったいなくないですか。いや奥さん泊まってる。あそうですよね、泊まってるじゃん。住んでるもん。奥さん泊まってるという表現なかなかないですけどね。いやそうなんです、だからもう本当にあの毎日毎日4年半行ってたところがスポットなくなりましたので、まあ、これからどうなるか本当に、まあ、自分の方では楽しみの方が大きいんですけど。本当に天気ですよ天気。いやもう間違いない。もうあのね離職ね、離職、離職、あ離職、離れる職ね、離れる職ね、はいはいはい、離婚ね、離婚、離婚も天気ですよ。まあそうですよね。だからもうこれ2つね、あの悲しいことって思ってたらもうねしゃあないやんか。うん、これねもうあの次の人生のスタートやと思って、あのもう祝福されてると思ったら。なるほど。だから先おめでとうございます。おめでとうございますですよ。うん、もうでも本当に何でもね捉え方もありますし。そうです。死すらそうやもんね。死すら。死すらそうですよ。ですですね。ですです。です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 。ですですって。これももう次の旅立ちの門出ですから。まあ、何事もだから、まあ、プラスにというか考え方を変えていけば、はい、まあそうですよね。だから、まあ何まあ、皆さんもそれこそ今ねあのまだまだ不景気と言われてますから、はい、予想しない離職みたいなこともあるかもしれないですね、はい、そうですね、予想しない離婚もあるかもしれないですけど、はい、そこでもうなんでこうなっちゃったんだとかその会社に対してブワーって文句言い続けてもいいことないっていうことですね。何にも始まらないですね。でも 次の自分の新しいステップに行くための、はい、あのギフトだと思えばいいんですよね。離職が素晴らしい。でも結果的に本当何年か後に見たら、あの時辞めたことによってこっちに来てよかったと思う可能性は十分ありますもんね。いやそればっかりですよ。そればっかり、そればっかりですよ。これ聞いている方で、はい、ね、もしかしたらそういうクビになれそうな人おめでとうございます。いや僕本当そう思いますよ。クビになりそうな人おめでとうございます。もうそんなクビにされそうなところおる必要ないもん。いやこれは響く方多いと思いますよ。嫌なところはとっとと出てったらいいんですよ。だって今働いてる職場のことを文句ない人いなくないですか。まあね、そうかもしれない、ね、まあ少なからず ね。でもまあその度合いによっては本当にこんなとこ辞めてやりたいと思ってるけど、長くやってる方ももちろんね。やめろやめろ。大村さんからの助言、もうやめてしまって、もうやめてしまっていいんですよ。新しいこと始めたらいいんですよ、うん、自分がやりたいこと、やりたいこと、うん、やりたいこと始めても、やりたいこと我慢して、うん、あなんかこれ生活のためやって思って働いてたら何にもいいことないですよ。そうですね、でも精神衛生上悪いですよ。ほとんどの方がそうかもしれないですよね、いやでも、まあ、まさに私はそのこれだといた会社めっちゃ嫌だったみたいになりますけど、そんなことはないんでしょうけどね。嫌なとこもありましたけど、言ってるよ。もう本当ね、僕も嫌な人とは付き合わない。お嫌なとこでは勤めない。おお、もう絶対ですよ、ね、嫌な人とは別れる。そうですね、もうだから無理して付き合っていいことないってことですよね、はい、わあ、そう。そして私、はい、今週はですね、ちょっと私の曲でありますけれども、はい、お
かけしたいと思うんです。なんていう曲ですか。今日の今の私の心境にぴったり。ぴったり？何？自由の実という曲。そんな曲作ってた。作ってた。これも予定調和やね。だいぶ前に作ってたんですよ。今の自分に。そしてまあもしね同じような曲の方がいたらリンクするかもしれません。聞いていただきたいと思います。はい、それでは私宇都宮の曲で自由の実。聞いていただいておりますけれども、かっこええな。ちょっとこれ自分で作ってなんですけど、キーが高すぎたんですけど、ね、すごい高いね、すごい高い。数えきれない無数のキロですね、はい、キロって分かれるキロ、はい、ね、キロを自分で全て選んできた、うん、狙う未来へ狙い定めて、うん、向かうも全て自由の道へ。分かってるやん。もうその時分かってたんでしょう ね、 ね、結構前ですよ、もう 7,8 年前の、だ例えばあの朝起きて、うん、でトイレ行こうか、リビング座ろうかも、言ったら自分で決めてるじゃないですか。そういうちっちゃいことだったらいっぱい自分で決めてるけど、いざじゃあ大きいことになったらどうしようやめようかなって、うん、まあ、してたんですよ、ね、うん、ね、まあ、それを自由でいいんだよと歌ってはいましたけど、不自由でしたね。でも今自由になりましたよね、本当にスーパー自由です、スーパー自由ですよね。まあ、今月は、まあ、先週もやりましたけど、こうライブとかね、はい、いろんな音楽活動と、まあ、歌の先生は本当に私大好きで、やらせていただいておりますけれども、まあ、これからどうなるかは本当に、ね、誰も分かりませんけど、自由の身だからね、自由の身ですからね、また新たに、はい、違うステージと呼んでいいかもしれないよ、宇宙一。それでは、お前さん、また、テンション上げていただけるように。それでは皆さん、また来週、はい、元気にお会いしたいと思います。お会いしたいと思います。私、秀一と小倉慎吾でした。それではまた来週、さようなら。宇宙一、ほんまやと思った。宇宙一、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 宇宙一。そうですよ、そうですよ。でも本当にそうなんですよね。これもだから偶然とはいえ、そう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 。うちのあの父親が久男って言って久しいに、あのオスメスのオスです、はいはい、でその王を取って、私の雄一の雄で、ね、長男だから一っていう、まあ、超安易な感じのね。でも今はあんまりないですよね、親の漢字を取るみたいな。そう、なんかちょっとキラキラネームみたいになってますからね、みんな。本当ですよ、わけわからんことになってる時あるもんね。わけわからんことになってる、読めない、あれ学校の先生読めなくなってるでしょ。いや、だん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 無理だ。普通に書いてあっても読み方違ったりとか、そうそうそう、なんなんですか ね、 ね、あれは。あれもうちょっと、もうちょっとオリジナルの日本語に寄せてった方がいいと思うけどね。どういうことですか、花とかそういうことですか。いや、まあ、いや、なんかこう変な、変なこう当て字みたいなんじゃなくて。あ、そうそうそう、なんかこのまあ極端ですけど、天使と書いてだからエンジェル君と読んでみたりとか。おかしいやん。おかしいですけど。日本語違う。おかしいですけど、そういう子いっぱいいますから、うん、ね、いるね、うん。まあどうかなと思うな。まあそうですね。まあもう私も、まあ大村さんもそうですけど、どっちかというとやっぱりもう
古いタイプのね、そうですよ、そういう若いお父さんお母さんからしたら、ね、あの人間なんでしょうから、年号変わってるからね、僕なんかね、そう、年号変わってます、年号変わってるってどういうことですか。いい、昭和生まれ、生まれか平成生まれかっていう、あ、昭和生まれですよ、あ、年号変わってる人やもんね、あ、年号変わってます、ね、だ今度もうね、平成もぼちぼちですよね、ぼちぼちですよ。じゃあまた2つですよ、昭和の時に大正生まれやっていうと、はい、その先の明治生まれの人ですよ。そうですね、そう言われたらあのおばあちゃん、おじいちゃんとおばあちゃん明治生まれやで、あ、そうかいな、大変やねみたいな、こんな感じですよ。いや本当です ね、だってもう今平成28年ですよね、だからあの小渕さんが平成って持ってた時にいなかった子が、はいはい、小渕さんですよ、はい、あの子たちがもうすぐ30になろうっていう、うわー、いやー、やばいですよね、やばいね、本当それを考えるとちょっとやばいなって思っちゃうんですけど、うわ、まあ、でもしょうがない、これは、ね、残されてる人生もわずかやで。いや、そんなことないじゃん、大村さんまだまだありますよ。まだありますか。で、大村さんちなみにですけど、何歳まで生きるって予定ありますか。予定ですか。予定というか希望というか、80ぐらい、 あんまり面白くないことやったね。いやいや、面白くなくていいんですけど、俺120に設定してるんですよ。あ、120に設定してるんですか。はい、あのこれは持論なんですけど、うん、あの人ってなんとなく自分で決めてるんじゃないかなと、うん、例えばですけど、まあ、90ぐらいにもし私がなったとしますよね、うんうん、ぼちぼち死ぬのかなって、うんうん、多分思うと思うんですよね、うんうん、そうすると体がぼちぼち死ぬ方向へ行くような気がしていて、うん、俺一回もそれ思わないようにしようと思ってるんですよ。あ、まあ、80かなって言ったものの、僕あんま考えたことなくて、はいはいはい、なんかあの寿命ってあると思うんですよ、まあ、それでこれね、何があろうと寿命を、はい、の通りに生きるんちゃうかなと思うんですよ。だから入院してても寿命が90やったら、はい、70から入院してたとしても20年間生きるんですよ。そういうもんですか。そういうもんやと思います。で、寿命が60やったら、めちゃくちゃ元気でもう60で亡くなるんですよ。へえ。僕その説、寿命説、指示指示派ですか。なんでそんな片言なんですか。説の指示派。だから自分でその、はい、何歳まで生きるとかっていうのをあんまり設定してないというか。今じゃあなんとなく80って言ったやつ。うわ、なんかちょっとそれ。怖くないですか。ね、まあでも、はい、なんかそんなふっと思ったんですね。あ、そうですか。うん、虫の知らせとかあったりしますけど、ね、もしかしたらそういうのみんな何かで感じることもあるのかもしれないですけどね。そうなんだ。いや、もう俺ちょっと120というのはもしかしたら本当にそうかもしれないです、うん、ね、ちょっと楽しみです、ね、なんかあのコロッと死みたいね。あ、そうですか、ね、コロッと死みたい、なんかこうずっと寝たきりとかそんな嫌やわ。あ、でも大村さんは分かんないですけど、ね、コロッとタイプだと思うんですよ。多分コロッと死みたいね。なんかあんまりこう弱まっていく大村さんのイメージが持てないですね。あ、そうですか。本当ですか。はい、なんかすごいことをでコロッとしそうな気がしますけど、ね、何かわかんないで、今日じゃあお疲れ様でした言うて出たら引かれたりしてる。結構な飛び飛びして骨董玉やから。あ、そう、やめてください。そんなことないです、はいはい、まあ、皆さん元気でね、まあ、何があるかわかんないですけど気をつけて、はい、また来週こうやって YouTube でお会いできるように、はい、そうですね、はい、またお会いできるの楽しみにしておりますので、はい、今週もお付き合いどうもありがとうございました。また来週、さよなら。